2022年に、ようやく22隻体制を完成させた海上自衛隊の潜水艦の潜水艦隊、兵装面でも、新たな動きが加速。現行の 533mm 魚雷発射艦から、運用可能な国産の対艦、対地両用のミサイルの導入を基礎との情報をキャッチしました。今回は、533mm 魚雷発射艦から、一人式巡航ミサイル導入を詳しく見ていきますね。トマホークが 533mm 魚雷発射艦から発射可能で、日本としても大きな飛躍となるでしょう。中国抑止力には導入を急ぐべきだと考えます。フィリピンでまた中国がやっている。台湾のようにフィリピンにも潜水艦の建造計画を指導すればいいのにね。フィリピンはなぜか中国に舐められています。日本における海の守りを担当するのは、最終的には海上自衛隊であるが、海上自衛隊では、様々な艦艇を保有、運用しつつ、日本政府の設定した防衛目標を達成するための組織の構築、装備品の刷新を行っている。近年の海上自衛隊の艦艇の話題としては、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH である出雲型に、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を搭載するための航空母艦化改修工事の進捗や、モッガ2型などの新型の護衛艦 FFM が注目されている。これらに加えて、導入が中断されたイージス・アショアを代替する艦艇として、イージスシステム搭載艦2隻の新造が確定するなど、従来になかった艦種の導入や、その目的とする能力にも、大きな関心が寄せられていると言えよう。ただし、こうした各種の水上戦闘艦の存在は、あれど、やはり、未だ、海上自衛隊が、日本の海の防衛の主軸に据えているのは潜水艦隊だと、個人的には思われ、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界的にも、有数の能力を保持していると感じる。2023年末現在の海上自衛隊においては、実戦配備された潜水艦隊は22隻体制となっており、最新型の太平型が2隻、前級の総流型が12隻、前々級の親潮型が8隻収益しており、その体制を構築している。実質的には、これら22隻の実戦配備中の潜水艦隊に加えて、2隻の親潮型が練習潜水艦として海上自衛隊には残されており、有事の際には、これらを含めて、最大で24隻体制を持つと考える見方も一部には存在している。この傾向は、ここしばらくの間、必ず、新造艦を毎年1隻ずつ戦列に加えるという海上自衛隊のサイクルから考えれば、最古参の親潮型に代わって、最新鋭の太平型が、その退役分を補填していることからも、艦艇数の現状維持に不安は少ない。現在の海上自衛隊が運用する潜水艦隊は、機関部の構成に相違があり、最新鋭の太平型と前級の、総、流型の最終2隻が、ディーゼル機関とモーターとリチウムイオン蓄電池を組み合わせた仕組みとなっている。これが、前級の、総流型の10隻目までは、ディーゼル機関とモーターと鉛製の蓄電池、さらに、これに、スターリング機関を組み合わせたハイブリッド艦となっており、機関構成としては、最も複雑な形式と言えるだろう。最も古い親潮型では、これが、ディーゼル機関とモーターと鉛製の蓄電池を組み合わせた仕組みであり、蓄電池の性能の向上が、日本の海上自衛隊の潜水艦の連続潜航時間や作戦行動範囲を大幅に拡張させたと召されている。日本の、総、流型の最終2艦が、世界で初めて実戦配備された潜水艦にリチウムイオン蓄電池を採用したことは、当時から大きな話題となっていたが、最近では、韓国をはじめ、台湾などの国々も、この形式の通常動力潜水艦を就役させる予定である。そんな日本の22隻の潜水艦隊だが、この体制が打ち出されたのは、2011年度の防衛計画の大綱からであり、それまでは、1977年に、最初の同大綱が定められた時点から、6隻少ない16隻の運用体制が目標として定められていた。防衛計画の大綱は、およそ10年前後の中長期的な期間を対象として、
日本の防衛力の在り方や、その装備品の数量等の具体的な内容を記した指針の一つであり、2022年末からは、国家防衛戦略へとその名称が変更されている。この現国家防衛戦略、旧防衛計画の大綱で、海上自衛隊の潜水艦の体制が22隻と明記されたのは、前述したように2011年度からだが、実際に、その体制が構築できたのは、大芸型の一番艦にして、ネームシップの大芸が、2022年3月に就役したことによる。こうした状況を鑑みても、方針として、2011年度に、旧防衛改革の大綱にて、潜水艦隊22隻への造成が打ち出されてから、実に10年ほどの歳月が必要となった計算であり、一朝一夕に、こうした体制造が進むわけではないことを如実に表している。そもそも、かつて太平洋戦争において敗北を喫した日本は、戦後しばらくの間、潜水艦の保有をアメリカをはじめとする連合国によって禁止されており、その解禁がなされたのは、旧ソ連側とアメリカ側との冷戦体制が激化したことが最大の理由だ。アメリカは、太平洋方面に対して、核弾頭を搭載可能な SLBM を装備した旧ソ連の戦略型原子力潜水艦が進出することを恐れ、その封じ込めを企図し、その軍事政策の一環として、日本の海上自衛隊に潜水艦を貸与する方策を選択した。その後、日本は、この戦略の一端を担うべく、通常動力型潜水艦を、旧ソ連の潜水艦が太平洋に進出する際に進む主要な海峡に待ち伏せる形で配備することとなり、冷戦期を通じて、対潜哨戒能力の向上に注力をしてきたという経緯がある。こうした日本の海上自衛隊における潜水艦運用の体制は、1991年に旧ソ連が自然崩壊を起こして消滅するまで、基本の戦略として連綿と継続されたが、以前より脅威度は低下したとはいえ、旧ソ連の後継国家であるロシアに対しても同様だった。ただし、おおむね、世界全体の先進国の多くが、旧ソ連の自然崩壊によって、大きな潮流としては、軍事力の削減に向かう中で、2000年代以降に、急激な経済発展を遂げた中国は、その力を背景に、軍事力の増強を加速させていった。中国は、少なくとも、西太平洋方面まで、自国の海軍を増強することで影響力を強める動きを強め、日本でも、こうした中国の動きに呼応して、最大の仮想敵国を、旧ソ連、ロシアから、中国へとシフトさせることを余儀なくされている。これによって、日本の海上自衛隊における潜水艦戦力の展開範囲は、北の北海道方面から南の南西諸島方面、海域としては、東シナ海や南シナ海方面へと重点を移すこととなり、この傾向は、今後もしばらく続くと予想される。このような日本にとっての最大の仮想敵国が、旧ソ連から中国に変わるという中でも、海上自衛隊の中核戦力たる通常動力型の攻撃型潜水艦の位置づけは変わらず、主兵装としても各艦とも 533mm 魚雷発射艦6門にも変化はない。海上自衛隊の現状の潜水艦は、いずれも 533mm 魚雷発射艦から運用される8旧式や1は、地式の長魚雷を主兵装とし、これを対艦、対潜攻撃用の主力兵器としており、加えて、アメリカ製の対艦巡航ミサイルハープーンも搭載している。アメリカ製の対艦巡航ミサイルハープーンは、あえて伏せられていたとも言えそうだが、実は、ブロック25のバージョンでは、限定的なガラ対地攻撃能力も有しており、射程距離も 250km と、決して長くはないが、一定の効果が見込めた。しかし、近年の各種のミサイル兵器の大幅な射程距離の延伸から、海上自衛隊の潜水艦のハープーン巡航ミサイルの効力の低下は明らかであり、日本の防衛省では、新たな兵装を潜水艦に施すことを決定している。これは、昨今の日本政府が打ち出している、
敵の防空兵器の射程外から攻撃を可能とするスタンドオフミサイルの整備の一環でもあり、既存の 533mm 魚雷発射管から運用可能な国産の対艦、対地両用のミサイルの導入が基とされている。既存の 533mm 魚雷発射管から運用可能な国産の対艦、対地両用のミサイルは、すでに三菱重工業者への開発契約がなされているため、現行の1人式地対艦誘導弾をベースに潜水艦発射型に改めた専用のミサイルが採用される可能性が高いと思われる。まずは、中国海軍の脅威に対抗するために、既存の 533mm 魚雷発射管から、運用可能なこうしたミサイルの早期配備を目指す方向だが、並行して、専用の VLS 垂直発射管を装備した潜水艦を試験的に建造することも決まっている。日本が直近で実用化することが可能な VLS 垂直発射管装備の潜水艦であれば、現行と同様に、推進方式は通常動力型であると思われるが、現状で最大4000トン規模の排水量の中で、どの程度の数の VLS 垂直発射管を装備するのかが注目される。